俺はアントン。僕はスタンリー。パパとママ、それに生まれたばかりの妹と暮らしてるよ。スタンリー、そろそろ行くわよ。はい。今日は妹がママのお腹にいる時にお手伝いをしてくれたアントン株式会社っていうところに行く日だ。アントンさん、前日はありがとうございました。おかげさまで無事にこの子を産むことができました。いえいえ、私たちは何もしていませんよ。スタンリー君もこんにちは。お菓子食べる？こんにちは。え、いいの？食べる食べる。すみません、うちの子が。気にしないでください。おお、かわいい女の子ですね。また何かあったらいつでも連絡してくださいね。ここって何でも助けてくれるんだってママが言ってたな。便利だよな。僕はお菓子を食べながらそう思った。はあ、これは何回やっても慣れないわね。大丈夫？痛くないの？いつもやってるから痛くはないかな。ママはもともと持病があるらしく、たまに自分に注射をしていた。それって何なの？ママの病気を抑えるための注射よ。と言ってもよくわからないわよね。大人になったらわかるわ。ふーん。それから僕はママが何度か注射をしているのを目にするようになった。そんなある日、ママが妹を抱きながら落ち込んでいるのを見かけた。ママ、どうしたの？妹に何かあったの？妹は大丈夫よ。ただちょっと心配事があってね。ママは妹を見ながらため息をついた。僕が話を聞くよ。お兄ちゃんだからね。そうね。じゃあお兄ちゃんに聞いてもらおうかしら。実は母乳があまり出てないの。赤ちゃんもお腹を空かせているし困っているのよ。お腹が空いてるの？粉ミルクじゃダメなの？粉ミルクもいいんだけどね。母乳の方が栄養バランスがいいし、赤ちゃんが病気にかかりにくくなるのよ。母乳は赤ちゃんにとって最適の栄養だからね。そうなんだ。母乳が僕らのご飯みたいな感じなんだね。でも母乳の量が少ないのは困ったわね。何かいい方法がないかしら。せっかく悩みを相談してくれたのに、ママは元気がないままだ。どうにかして元気になってもらわないと。そうだ、僕が母乳が出る方法を考えるよ。スタンリーが？そうね、お願いしようかしら。次の日から僕は母乳が出そうなことをいろいろ試してみた。ママ、牛乳をたくさん飲むのはどうかな？牛乳は牛のお乳でしょ？ママにも効果があるかもしれないよ。白い食べ物を食べれば母乳が出るかもしれないな。大根に卵、ヨーグルトもいいかも。ありがとうね。僕はママにいろいろ試してみた。けれど母乳の量は変わらず、ママの元気もなかった。仕方ないわね。粉ミルクをあげるしかないわ。どうやったらもう少し出るようになるのかしら。今までのは効果がなかったんだ。どうにかして他の方法を探さなきゃ。僕は妹とママのために必死に考えた。そうして考えること数日、僕はふと一つの可能性を思いついた。母乳が出ないのは量が足りないからだ。母乳、お乳、牛乳。そうだ、牛乳を直接胸に注入したら母乳として出るんじゃないかな。牛乳は牛のお乳だし、きっと母乳になるはずだ。でもどうやって牛乳を注入しよう。その時ママが普段使っている注射器を思い出した。ママが使っている注射器を使って牛乳を注入すればいいんだ。これが一番効果ありそうだし、早速試してみよう。僕は喜ぶママと妹を思い浮かべながら早速実行に移すことにした。とはいえ、ママが起きている時に直接注入するのは難しい。そこで僕はママがお昼寝をしているタイミングに注入しようと考えた。ママはいつもお昼ご飯を食べた後に妹と一緒に寝るんだよな。さあ、そろそろお昼寝の時間ですよ。しばらくママの様子を見ていると、ママは赤ちゃんと一緒にお昼寝を始めた。よし、今だ。僕はこっそりいつもママが注射器を置いている引き出しを開けると、注射器を取り出した。あったぞ。これで準備は OK だ。僕はママにバレないように慎重に近づいた。そしてママの胸にそっと針を刺した。よし、バレてないな。ママは深く眠っているのか全然気づかない様子だった。僕はそのまま注射器の中の牛乳をすべて入れると、そっとママから離れた。ママが起きたら母乳が出るようになったって驚くんだろうな。僕はママの喜ぶ顔を思い浮かべてワクワクしていた。そして数十分後、少し眠っていたみたいね。
なんだか全身が痒いわ。それになんだか熱っぽい気がする。風邪かしら。起きたママはすぐに体の異変に気がついた。そして全身の痒みはどんどんひどくなっていった。なんでこんなに痒いの。それにフラフラするわ。なんだかまずいことになったかもしれない。ママはフラフラと立ち上がるが、全身の痒さと熱っぽさですぐに座り込んでしまった。そしてママ！ママはその場で倒れてしまった。どうしよう、ママが倒れちゃったよ。パパは会社だし、どうしたら。その時僕はこの間言ったアントン株式会社を思い出した。そうだ、あの時またいつでも連絡してくださいって言ってた。番号は。僕はパニックになりながらアントン株式会社に電話をかけた。はい、アントン株式会社です。僕です、スタンリーです。あら、スタンリー君どうしたの。電話にはこの間お菓子をくれたエミリーさんが出てくれた。ママが熱を出して倒れちゃったんだ。僕どうしたらいいかわからなくて。それは大変、すぐに行くわ。エミリーさんはそう言うと慌てて家まで来てくれた。確かに全身が熱いわね。多分風邪じゃないかしら。エミリーさん、なんでここに。スタンリー君が電話してくれたんです。大丈夫ですか。ええ、急に全身が痒くなって熱が出だして。それでママは話している途中に急に意識がなくなった。そしてそのまま体が痙攣しだしたのだ。大変、一体どうしちゃったの。とりあえず気道を確保しないと。首元緩めますね。エミリーさんはそう言うとママの首元のボタンを緩めた。するとママの胸元が赤黒く変色しているのに気がついた。何よこれ。これはただの風邪ではないわね。スタンリー君、今すぐ病院へ向かうわよ。わかった。エミリーさんと僕は急いでママを病院に連れて行った。病院に着くとママは急いで検査を受けることになった。その結果、体中の血液の中に牛乳が混ざっていることが分かったのだ。普通ならそんなことはありえないことです。なぜこんなことが。血液に牛乳が混ざるとどうなるんですか。牛乳にはカゼインという成分が含まれているのですが、これが血液に混ざると全身や脳に回ってしまいます。そうなると違法薬物の成分と同じ効果を生み出し、脳内物質を正しく分泌できなくなるんです。その結果アレルギーや脳に良くない影響を引き起こしてしまうのです。なんですって。薬物と同じ効果を生み出すなんて。僕とんでもないことをしてしまったんだ。僕はお医者さんの言葉にショックを受けた。その後ママは数時間点滴を打つことで症状が軽くなり目を覚ました。ここは気がついたんですね。スタンリー君から連絡を受けて病院まで連れてきたんです。そうだったんですね。ママごめんなさい。僕ママの母乳が出るようにってママの注射器で牛乳を胸に注入したんだ。なんですって。ママが母乳が出ないって悩んでたから、それなら牛乳を入れたらいいんじゃないかって思ったんだ。だけどママが倒れるなんて思っていなかったんだ。本当にごめんなさい。もう勝手なことはしないよ。スタンリー、そうね、確かにスタンリーがしたことは危険なことだったわ。でもスタンリーがママのことを考えてくれたことだと分かったから許してあげる。その代わりもう二度とやっちゃダメよ。分かったよ、もう絶対にしないよ。僕はママに抱きしめられながら誓った。その後ママは何のおかげかわからないが、母乳が前よりも出るようになったと喜んでいた。なんでかわからないけど、これで赤ちゃんに母乳があげられるわ。よかったね。ほら、たくさん飲んで大きくなるんだぞ。そうね、元気に育ってほしいわね。僕とママは妹の顔を覗き込んだ。たくさん母乳を飲めるようになった妹もなんだか嬉しそうな顔をしていた。後日ママはエミリーさんに電話して母乳が出るようになったことを伝えた。突然倒れた時はびっくりしたけど無事でよかったわ。赤ちゃんか。私も子育てとかそのうちするようになるのよね。一体誰との子供かしらね。その時が楽しみだわ。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。